皆さんこんにちは日本の大学全部行った男山内大二です学校推薦の志望動機が特にないという人の話をしたいと思いますまあ、最近ですね大学も少子化で困ってますから結構学校推薦をたくさん出すんですねそうすると皆さんの高校にも推薦いっぱい来ると思うんですよなんとか大学から何々学部に何名推薦が来てるそうするとま正直なところ 一般選抜では難関大学にみんなが行けるわけじゃないし推薦を頼ろうっていうのを別に一概に悪いといとうつもりりはありません問題なのは学校推薦でじゃあこの大学入るっていう時に実は志望動機がないっていう人がいるんじゃないかなというのが、まあ、ちょっと心配なんですね。なのでじゃあどうしたらいいのと例えばうちの高校に結構いい大学から推薦が来ちゃった。で まあ、他の子と競争して奪い合うっていうほどでもないから、私、僕が希望したら、どうやらその大学には入れそうだっていう時に。正直なところ、あんまり考えないで、とりあえず入っちゃうっていう人がいるのは事実ですが。明らかに、そういう人は中退が多いんですよ。結局、入れちゃうわけですね、大学に。なんで入ったかわからない。何何学、を本当にやりたかったわけでもない。で、結局、なんか違う。 で、大学を中退するとどうなるかというと、就職の場合扱いは高卒より悪くなります。高卒の人はちゃんと高卒っていうことで、企業に正社員で入っているわけですね。大学中退っていうのは、少なくとも、大卒を取ってくれる会社には入れないし。高卒でちゃんと入ってるっていうルートからも外れている。大学を中退したというのは、何かネガティブなものを、企業側に持たれがちで。 よほど工夫しない限り大学中退というのは学歴ではありませんからその後あなたが職業人生で会社員としてやっていくという時には大きなハンデになりがちですですからちゃんと決めてて入ったた以上私はは大学は必ず卒業していただきたい中退してすごい成功できるベンチャー企業の社長とかタレントみたいな人はごくごく少数であなたがそうだというなら止めませんがほとんどの人には勧めません。では 志望動機のない学校推薦でもちゃんと入学して勉強についていけて卒業できるためにはどうしたらいいんでしょうそれはななんとなく名前知ってる学校から推薦きたわって入っちゃわないでちゃんとその大学はどんな学校で自分が行こうとしている学部学科はどんな教育を提供していて卒業したら何になれるのかっていうことをパンフレットやホームページ それから各大学が公表している3つのポリシーですね。特にディプロマポリシー、卒業した後の社会人としてこんな風に活躍できますよっていうものをちゃんと知っておくべきです。正直なところ、推薦で大学に行こうという以上は、一般選抜の友達のように英語や数学を知恵同博思いで勉強しようとしてないわけじゃないですか。楽をしてはいけません。その分の力、英語や数学や理科を勉強する力を、 入ろうと思っている大学をちゃんと調べることに使ってください。一日三時間やってるスマホのうち一日十分でいいので、本当に入ろうとしている大学についてちゃんと調べる。この大学はこういう歴史があって、こんな勉強ができて、まあこういった就職先に行ってるんだ。で、そこからなんで私僕が入りたいのかっていうのをちゃんとした理由を作ってください。なのでこれをやってない人が入った後に中退してしまったり。 大学を活用しきれなかったり不本意な学生生活を送ってしまうんですね正直なところいわゆる寝ないで勉強して受験やらなきゃ大学入れないっていう人ばかりじゃないです私立大学はもう半数以上が推薦ですだからこそ推薦で大学に行こうという人は何で行きたいのか何を勉強したいのかその後どうなりたいのかっていうことをある意味で点数の競争を頑張ってる友達以上に真剣に考えてください 学校推薦は来たけど、なんでその志望校に行くのかわからないっていう人は、このままでは就職の時にもなんでその会社入りたいかわからない。ほとんどの文系の人は就職で推薦はありません。なので推薦慣れしちゃってると自分の頭で考えてこれだ、そしてそれをちゃんと理由を説明できるっていう訓練を受けないで終わっちゃうんですね。これはとても危険です。なので学校推薦を使おうとしている人、きちんと入りたい学校のことを調べる。 そしてそれだけではなくて個人的には学校推薦最終的に使うにしても高校1年生2年生の段階では一般選抜で大学受験をすることを前提に普段のご教科はきちんと勉強をしておくべきだと思います推薦と一般選抜と両方の可能性を残しながらしっかり勉強して学力を高めてください頑張ってくださいありがとうございましたご視聴ありがとうございました いいねとチャンネル登録をぜひお願いしますまたメガスタの LINE にご登録いただいた方には大学受験に役立つ特別なプレゼントを申請します相談や質問も LINE で受け付けています詳しくは動画の下の概要欄をご覧ください